はいえー、と今日は私が英語イマージョンをする中で、まあ、気が付いたというか明らかになった英語をしゃべる時のパターンについてお話ししようと思います。で常々ね英語話者、まあ、ネイティブノンネイティブレベルいろいろだけれども英語話者の人のこう話って長いずいぶんたっぷりしゃべるで聞いてないんだけどいろんなことが入ってくる。 っって思って思たの、ね、でなん何がそうなってああいうふうにこうたっぷり長々と喋れるのかなってずっと気になってたんだけれども、まあ、今回ずっと英語イマージョンやっていく中であこういうパターンがあってこれで喋るからあんなふうにたっぷり長くなるんだなっていうのに気がつきました。でそれ何かっていうと大きく分けて4つあるんだけれどもまず1つ目もうこれ基本中の基本なんだけれども「5WS」。 who, what, when, where, why、まあ、日本語でいうところのいつどこで誰が何をしたみたいな部分だと思うんだけれども英語の場合はこの「why」があるのね何か言った後に必ず何でそうだったのかっていうのが入るじゃない。でよく聞くよね「because」なんとか「ことか「because」なんとか「c とか「c とか。でこの「because」を言うことによって自然と 文って長くなるんだよね。まあ、これがもうまずまずは基本の、えー、パターン1でパターン2でそれはこのパターン1にさらに具体例もしくは経験の話が入ってくるの。だからよく for example なんとか for example なんとかって言うよね。でこの for example なんとかでその 具体例を足すだけでも長くなるしでさらにここに経験のストーリーで経験を言う時はね必ずこのセリフが入るのね私はこう言ったらねそしたらあの人がこう言ったとかでそしたらこの人がこう言って私はまたこう言った「I was like んとかこんとか「she's like んとかこんとかこのストーリーでストーリー経験をシェアするからまたここで話が長くなる。 はい、これがパターンに、ね、具体例もしくは、えー、と経験の話でパターン3パターン3はそこに気持ちも入ってくるの。 例えばこうすごい楽しかったんだとかねすごい面白かったんだとか逆にすごい悲しかったとかすごいイラッときたでそれを言った後にに何でそういう気持ちになったのかっていうまたそこで「ーズが出てくるのねすごい楽しかったんだよなんでか」っていうととか「すごいムカッときたんだよねなんでか」っていうとその理由がこうまた長々と入ってくるからこれで気持ちをシェアしてその気持ちが何でそういう気持ちになったのかって 理由も言うからそこで話が長くなる、うん、でパターン4最後パターン4がその単語自体もディスクライブするのね何かを付け足す単語1個だけで終わらせない例えば簡単なとこだったら「犬」「犬だったらアダドーグ」なんだけどそこに白くて大きな犬がいた「ワイトビッグトーク」とかいう,何か,こう何かを付け足すのね で例えば場所だったらうんと田舎のね自然豊かな田舎に行ったとしたらどんなふうにそれが自然豊かな田舎だったのかっていうのを付け足す例えば山々緑の山があってあとは川のせせらぎの音が聞こえてとかあとは鳥のさえずりの声も聞こえてきた。だから一つなんかららつ言ったら だいたいパターンとしては、またそこ三つなんだよね。一つ言った、なんかポンポンポンと三つ。それをディスクライブするような単語がつく。これやってるだけでも長くなるよねということで、この一から一、二、三四のパターンで喋っていくと。自然と、このたっぷりと聞いてもいないけれども、いろんなことを長々と喋れるんだな、ということに気づいたんですよ。で、それに気づいた私に、どんな影響があったかというと。 まずそのの観察できるようになったのねあここでもこういうふうに言ってる例えば、えー、ポッドキャストを聞いてたりとか YouTube を見てる時とかでも「あまたやっぱりここで理由言うんだな」とかあ「ここでこの単語にこういうふうに付け加えてるよね」とかそういう観察 がででききるよようになってきたんですよでそうなるとどうなるかっていうと今度スピーキングの練習を始めた時に自分でも自然とそこに何かを気持ちを言えるようになってるとか自然と何か経験を言えるようになったりとか自然とこう「フォイズンポー」って言えるようになってるとかね。うん、で例えばその一つの,その単語に何か付け足すっていうところでも、えーとまあ、さっき言ったようにね 前だったら「犬」だけ言ってたのがそこに「白くて大きな犬」って言ってみたりとかでここ私は今自分のね部屋にいるんだけれども前だったらただ単に「I'm in my room」だけだったのが今だったらちょっと「Cozy」っていうね「I'm in my c o z y room」っていうなんか何かを入れたくなる。 うん、それだけだったらマイルームだけだったらこか物足りなさを感じるだからそうやってこうイマージョンしていくと自然とそういう喋り方のパターンが分かってきて自然と自分でアウトプット話す時にそういうふうになれるんだなっていうのを 今実感してますなのでねイマージョンやってると、まあ、もちろんその文法的なことが整ってきたりだとかボキャブラリーが増えたりだとかリスニングが上がるとかねそういういい部分がいろいろあるんだけれどもそれプラスそういうふうにパターンどうやってしゃべるか英語のしゃべり方のパターンも自然と蓄積されて自然とそういうふうに出るんだなっていうのを、まあ、実感してます。と、は、と、い、<laughs> いうことで今日は、えー 英語をしゃべるときの4つのパターンについて話しました。以上です。ではまた。